今回グラフィックデザイン科にやってまいりました。グラフィックデザイン科はどんなものを作っているのでしょう。少し謎です。それでは行ってみましょう。グラフィックデザイン科はどのようなことをやっているんでしょうか。はい、グラフィックデザインはですね、皆さんの生活に密着したものが多々ありまして、例えばパッケージでしたりポスター、あとはキャラクターのデザインでしたり、そういうものを将来作っていくための、工程とか作り方っていうのを勉強している学科です。今の時間ってどのような時間になっているんでしょうか。はい、授業はですねもう終わってまして、今学生個々がですね教室に残って、その日分かんなかったところの復習ですとか、あとは各自の制作物、取り組みに向けた準備っていうのをしているところですね。今何年生さんですか。1年生です。1年生ですとまだ入って数ヶ月ですよね。どのようなことを楽しいと思いますか。はい、やっぱり入学したてはなんか使ったことないパソコンのソフトとかたくさん使ったりして戸惑って全然何もできないんですけど、やっぱ慣れるとすごい自分の成長ぶりが分かるというか、そこが楽しいと思います。今ですね、放課後私はその授業課題やるために少し残ってますね。今やってるんですけど、インデザインというソフトを使った、授業が好きですね。チラシを作ったりだとか、こういう雑誌のレイアウトを得意としているソフトなので、そういうことをしてますね。今何されてるんでしょうか。夏に若年者ものづくり競技大会という大会があるんですけれども、それの練習をしています。20歳以下の学生たちがものづくりを競い合う大会なんですけれども、いろいろな分野があって、その中でグラフィックデザインという職種があるので、その大会に出場します。日本電子専門学校、毎年成績はいい方でしょうか。そうですね、毎年賞をいただいています。あ、これですね。これ今年金賞を取ると世界大会に行けるので、先輩を超えられるように頑張りたいと思います。日本電子専門学校、まだまだ学科の方たくさんあります。他の学科にも取材できるように頑張っていきたいと思います。それでは